東欧諸国はソ連に鉄鉱石や石炭などを搾取されていたが、さすがに切れてソ連に言った。俺たちはあんたらに鉄やら石炭やらいろいろ輸出しただろ。それを加工するだけでしこたまも受けやがって。ソ連は彼らに詫び必ず何かを無償で輸出すると誓った。その後ソ連の貨物列車が到着した。彼らは喜んで中を確認するとただ土くれが大量に入っているだけで、一枚の手紙が添えられていた。我々も君たちと同じく原料を輸出する。陶器にでも加工してくれたまえ。